どんなに疲れてても、うん、やる気がなくてもすごいやる気がみなぎってる。30分でも1時間でもいいので毎日取るようにするだけでめちゃくちゃ変わると思いますよ、ね、全国上位 3% の半乗員が絶対に外さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるのでお申し込みは概要欄から。さあやってきました、検事散歩第3弾ということで、今日は誰でしょうか。飯野啓太です。あ、飯野啓太さん、治療院集客のプロと呼ばれている飯野啓太さんに今日は検事散歩にお付き合いをいただきますが、どうですかこれ、御苑なんですよね。御苑の桜を見に来ましたが、あったかいですね、はい、だんだんこの当時もやりつつ新宿の一等地どうですか。いいっすね、気持ちいいですね、はい、今日はねちょっとラフなところからのお話で、治療院集客っていうのもあるんだけれども、はい、さっきあの治療院集客の動画1本撮ったじゃん。はいはいはい、集客するために必要な、うん、なんかこういいの啓太さんならではの体作りというか、体作りメンタルのところとか、はいはいはい、その辺のちょっとお話を聞いていこうかなと思うんだけど、はいはい、いいかな、うん、どうぞどうぞいいと思えろそこは、はい、いいと思う、はい、どういったとこ気をつけて、まあ、日々ビジネスというかそれをやってますか、はい、それこそ僕ボディービルのフィジークとか出たりしたじゃないですか、はいはいはい、そういう選手権ね、選手権、はい、筋トレするようになったきっかけっていうのは、うん、仕事のパフォーマンス上げるために筋トレしようと思ったんですよ。やっぱり効果出た。効果めちゃくちゃ出ますね。どういうところがやっぱり筋トレからそのビジネスにつながったの。やっぱり運動することによって集中力が高まりますね。ねえ、集中力も高まりますし、日によっては仕事をまあサボりたいなっていう時あるじゃないですか、うんうん、とかやる気出ないなとか、はい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 、特に経営者だと上司いないからサボれちゃうじゃないですか、はい、でもやっぱ筋トレするとどんなに疲れてても、うん、やる気がなくてもすごいやる気がみなぎってくる。なんでしょうね、それはどういうことなの。筋トレすると何かがこう、はい、脳が変わるのかな。あ、そうそう、でも一つ言われてるのはなんかドーパミンが出るって言われてます、ね、脳波が出るのね。そう、ホルモン。おー、言われていて、今やってこういう散歩とかでもいいって言われてるんですけど、そういうことね、体動かしたりとかね、そうそうそう、そういったことが結局ビジネスに直結してると。そうそうそう、実際小学校とか体育の授業の後の科目って上がりやすいらしいですよ。なるほどね、成績が。これ今御苑でさ2人やってるじゃん、はい、これさ勝手に芸能人かと思われてるから大丈夫。いやいや、芸能人ってお前YouTuber とは思われてるんじゃないですかね大丈夫かな、自撮り棒持って。ちょっとかなり恥ずかしいけど、やっぱりこのね恥ずかしめを超えていくところに、まあまあその向こう側が見えてくるよね。そうですね、僕らが M1 でね滑ったのもそういう意味がありますからね。そうそう、滑ったのもそういう意味があるよね、はい、まさに。なるほど、筋トレが結局ビジネスにそういった部分でつながってるので、ぜひおすすめしたいよね。いや、めちゃくちゃおすすめですね。あと何かある。あとは僕が毎朝やってるのは冷水のシャワーを浴びるっていうのやつこれね、自分も一時期やってましたよね。やってたの。ただこれやってる時に場合によっては死ぬなと思ってやめたのね冷水シャワーをやって、はい、その後にあったかいのを浴びるんだね。抗体力だよね、あれ。僕はもう冷水シャワーのみ浴びてます、はい、でもう頭キンキン冷えた状態で服着替えて仕事し始める、はい、まあ、頭すっきりするからそういった意味ではいいけど、俺はね死ぬなと思ってやめてます、はい、あ僕風邪ひかなくなりましたね。あ、確かにね。サウナ好きな人もいると思うんですけど、僕もサウナ好きなんですけど、なるほど、似てる感覚というか、冷たいシャワー浴びることで軽くこう整った状態で。なるほどね。もう冷水のみでしょ。冷水のみだけでも結構効果がある。メンタルコーチみたいな人が氷水にバーン使ったりとか、はい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 、それと一緒かな。そうですね。はあ、こんな真冬の朝一に冷たい水浴びながらやってる俺なんだ。やってる俺は毎日それを続けてる自分に対してのこう肯定感が、こんなことをやって成果出せないわけないだろうみたいな逆に言えばこんなことやって成果出なかったらアホでしょ、アホでしょみたいなのもあるかもしれないですね。だからこそそれでスタートすると一日はこう仕事のパフォーマンスが上がる気がします。なるほどなるほど。あとは日課っていう意味ではちょっと話は変わっちゃうんですけど、メルマガはもう必ずメールマガね、毎日書くようにしてますね。ちょっと運動のテーマから外れちゃいますけど、文章ブログというかそういう文章を書くっていうことは、はい、自分の脳の整理にもなるよ ね。めちゃくちゃなりますね。日記でもいいんじゃないの。日記でもいいと思いますし、僕の場合はメールマガ取ってくれてる人と絶えずコミュニケーションを取る、僕の存在を忘れられないように、なるほどね、取り続けるっていうのは
大事だと思ってるんだよね。自分のこの頭を整理する活動っていうのはやっぱりいいのかもしれないね、うんうんうん、治療院の集客っていうのもどんどんやっぱり年々難しくなってるじゃん、うんうん、そこでやっぱ大切なのはそういった日々の生活習慣そんなのも絶対必要だよね。いやめっちゃ必要ですね。結局集客って言って集客だけやってちゃダメだってことでしょ、うん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 、もちろんそれもやるけどその他諸々のところも整えた状態でやり続けることが必要、うん、ですね。さっき上田さんがちょうど言ってましたけど、うん、頭を整理する、うんうん、ぜひやってほしいこととしては、うん、考える時間を作るっていうのはめちゃくちゃ大事だと思いますね。治療院の先生だと、うん、現場にいることが、ねはい、仕事の時間のほとんどなので、うん、日々の日常業務に追われる方多いじゃないですか、はい、その中でじゃあ集客するためには何をするべきかとか、うん、もっとこうリピート率を上げるためにどうするべきかとか、うん、次の広告はどういうふうにしようかっていうふうに、はい、自分の頭で考える時間っていうのを、ね、例えば30分でも1時間でもいいので毎日取るようにするだけでめちゃくちゃ変わると思います、ね、結局俺は思うのは、はい、日々の積み重ねでしか未来やってこないってことでしょ、うん、いやまさに一郎も言ってましたから絶対そうだよね、はい、瞬間的にやったりやらなかったりじゃなくてそう日々コツコツ、 コツコツ小さなことでもいいから続け続けることが大きなところにたどり着くっていうね、はい、そう本当にそうです。実際そうだもんな。俺もね井野圭さんに影響されてさ、はい、メルマガやらせてみたじゃん、はい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 、最初 G メールからメルマガ送ってさ、うんそうでしたね、メルマガスタンドで始めて今はもうあれ3年ぐらい経つやん、うんうん、やっぱ結果出てきてるもんね。それこそこの YouTube もまさにその積み重ねの ね今2年経って最初鳴かず飛ばずでどうしようかなんて言ってさ、うんうん、大変な割に費用もかかり、ね、やっぱやり続けたら一定の何かしらがあってでまたさやっぱやることによってさ、うん、少なからずこう喋るのちょっと上手くなってるよね、うん、俺あいやめちゃくちゃ上手くなってますよ、ね、上田さんそうセミナーのファシリテーションとかはめちゃくちゃ上手いですよね。めちゃくちゃ上手いのにゴルフ行くときは何も喋れないですよ、ね、そう俺ゴルフ行くと一日無言だから別人になって同じ人ですか言われちゃう言われてたんですよね。セミナー見てた先生がセミナー出てた先生が次の日のゴルフ出てあら昨日と同じ方ですかってなりますよね。そういうことになるんだけどでもやっぱりね集中するとそうなの、うんうん、でもなるほどな。コツコツやるってのは大事ですよね。ちまちまコツコツとやっていきましょうということね、はい、いやいいね新宿御苑前、うん、いやおっさん2人のこの自撮り棒結構見られますね。違うもう時代はねおっさん2人がもうこの世界を救うって言われてるからおっさんがこう撮ってくれてるからさんとか言っちゃダメなんだよ。BB さんだよ。BB さんがね、はい、撮ってくる。ということで最後飯野圭太さんの方からメッセージをちょっとお願いしようかな。ズバッとハードルが上がりますけど、はい、でも本当に日々の積み重ねですよね、はい、価値あることを日々積み重ねる、はい、っていうことね。筋トレでもメルマガでもいやーやっていきましょう。間違いない、はい、お互いにちょっと頑張っていきましょうね。大事だと思います、はい、では今日はこんなところで堅実散歩第3弾を終わりたいと思います、はい、最後いい顔してください。